いつもありがとうございます。アナシです。では、今回なんですけどね、ポケモンスカバエの楽曲の方がね、YouTube でいきなりね、公開され、そしてメインテーマの楽譜、これもね、合わせて無料ダウンロードでね、配布中というね、いきなり来た情報がありますので、こちらについてね、触れていきたいと思います。動画内容といたしましてはね、スカバエの楽曲公開について、そしてね、無料ダウンロード先の紹介などになります。今後もね、ポケモンメインの情報、ちょっとね、今回なんかポケモンなのかな、まあ、ポケモン情報だよね。で、今回ね、ちょっとね、この画像を見て、スカバエの御三家のぬいぐるみがすでに作られてるね。これがね、ちょっとね、びっくりした。逆にここに驚いたね。というわけで、ポケモングッズもね、まあ、売れるんでしょうね。というわけで、ちょっとね、楽しみに待ちましょう。というわけで、今後もね、ポケモン動画、どんどん上げていきたいと思います。ではね、スカバエのメインテーマ公開ということで、こちらね、YouTube の方でね、公開されております。2022年7月22日の午後5時に、スカバエのね、楽曲、メインテーマですね、ポケモンのメインテーマの方が YouTube に公開。で、合わせてね、楽譜、配布も行われております。ちょっとね、曲載せたいんですけど、YouTube なんで、YouTube で怒られちゃうので、ちょっとね、載せれなくて申し訳ないんですけど、いつものね、ポケモンらしさを残した曲からのさりげないアレンジ。これがね、良かったですね。パッと見は、ああ、いつものポケモンだ、みたいな。ところどころ、そのちょっと変わってる点が、いいよね。やっぱりね、大きく変えちゃうと、ね、ポケモンから外れちゃうし、なんかね、違和感感じちゃうけど、さりげないアレンジ。で、あとは吹奏楽でやってるので、印象がまた違うのかな。で、一応ね、公式等でこういうメインテーマの楽曲が公開されたの多分ね、初めてだと思います。そしてね、楽譜配布に関してもね、多分初めてとなります。私のね、記憶上は見たことがないので。なのでね、今回ね、初の試み、ポケモンの方が、ポケモン、ニンテンドの方がね、やっております。で、これに関してね、なんでこのタイミングでこんなことしてるんだろうって、ちょっと考えたんですよ。で、話題性かなと思ったんですけど、いや、そんなことせずに、新情報出してくれたら話題って生まれるよね。だよね、普通に考えて。こんな曲配布とか、いや、もう発売11月とかだからね。7月からね。だからもう PV 第3弾とか出してもいいのに、それせずにこのメインテーマでチロチロしてんの。なんでなんだろうね。話題性生みたくてやったのかなと思ったんですけど、いや、話題性生みたかったら、もう単純に PV 出せばいいから。もしかしたらね、ゼノブレイド3の方がもうちょっとでね、発売されます。同じね、ニンテンド、まあ、スイッチゲームなんでね、ニンテンド絡みで、もうちょっとやめとこうぜとか、なのかもしれない。やっぱりポケモンに比べたらね、ゼノブレイド面白い面白いって言われてるけど、正直そんなすごい売れてるソフトじゃないから、ポケモンに比べたら。なのでみんなが今ゼノブレイド3楽しみに待ってる状況の中で、ちゃちゃを出すのはやめとこうみたいな感じになったのかもしれないけど、多分ね、そんなことをポケモンが考えないから、多分気まぐれだと思います。なのでね、ユーザーにとってはね、スカバイ関連で動いてるっていうのがちゃんと分かってるし、あとは無料で来たのが嬉しいよね。ちょっと私はね、前世に絵心と音感っていうのをね、忘れてきた人間なので、無理なんですけどね。まあ、ぜひそういう楽器とか、できる人、楽譜配布されてますので、まあ、今回のね、アレンジ楽しみましょう。というわけでね、まとめに入ります。ちょっとね、曲なんで、さっくりいこう。ポケモンはね、やっぱこの曲よ。この曲よ。ちょっと大事なとこ感じちゃったけどね。ぜひね、YouTube 聞いてください。で、概要欄の方にね、公式チャンネルのリンク貼っておきますので、ぜひね、そこに飛んだら、今回のね、楽曲、聴けますし。で、そのポケモンの公式の YouTube チャンネルの概要欄の方に楽譜配布先のリンク貼ってあります。ぜひね、ここからね、楽譜の方ダウンロードしていきましょう。では、今後もね、ポケモン絡みの動画、ゲーム情報をメインで上げておりますが、こういう風なね、ゲームに関する何かみたいなプラスアルファのポケモンやってる人が楽しめるような動画、今後もね、上げていきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。ではでは。